はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、すこすこのしろです。今回なんですけども、今回から数回にわたって熱く行われた4日間の COA ベスト12からの試合を解説していこうかなというふうに思います。でもね、もちろん DO3、全試合行われて、まあ後半の方は BO5 だったんですけども、その試合すべてをね、解説をしてしまうと、もう何十本何百本というね動画が出来上がってしまうので、今回は BO3 の中から特に解説をしたい試合や白熱した試合っていうのを解説していこうかなというふうに思います。今回は1回目ということで、ベスト12、1日目、1回戦にて行われたスカーズ対アゲハの試合を1試合解説していこうかなというふうに思います。この試合はすでにスカーズが1セット取っていて、前半が2釣り引き分けの状態で、スカーズはここで3人気をすれば勝ちという展開で迎えた後半戦になります。ここでピピチャ選手は占いオフェンスマン、そしてスカーズ全体は女王をバンしています。この女王っていうのは、まあもちろんピピチャ選手の持ちキャラであることには間違いないんですけども、分け筋を消してるっていうような考え方の方がいいですね。分け筋を消して、まあこことしてスカーズとしてはここで勝ち切ってストレートで終えたいという意思が見せられるこのバンピックになっています。そしてサバイバーは傭兵祭司のピック。スカーズというのは連携面かなり意識しているチームなので、祭司という、連携をするキャラクターっていうのは、まあほとんど抜くことがないので、ここは祭司の採用。そして広いマップということで、かなり救助面を手厚くしていきたいということで傭兵の採用が見受けられます。そして患者版からの極芸師呪術師ピック。この極芸師呪術師、今回の試合で多く活躍が見受けられたキャラクターなんですけども、ここでのキャラピックの理由としては、まあ、この極芸師というキャラクターがウィリア・ガラティアにもある程度参るというキャラクター、そして、まあ、もちろん右下、そして 100% キャラクターですよね。デバフがないキャラクターとして、例に挙げられる、昆虫学者や患者と同じような働きができるんですけども、それに加えてその2体とは別に夢の魔女に対してかなり強みを持っているという面が挙げられます。なんでかっていうと、極芸師の弾を使うことによって、まあ、犬をキャンセルできるんですよね。犬を一度、硬直をなかったことにできるということで、2回硬直起床すれば1個は弾を使えば硬直起床できるということで、まあ、その面において極芸師非常にね、夢の魔術戦において強いのではないかというふうに言われていまして、この呪術師はピチュセンスの他の持ちキャラですよね、ウィル、ガラティア、ボンボンといった持ちキャラに対して強く出れるキャラクター。そしてこの枠としては極芸師傭兵がいるので左右キャラクターでいいということで、今回は呪術師の採用が見受けられますね。この呪術師っていうのはさらに加えてオフェンスがバンされていることによって粘着キャラクターが現在いないんですけども、この呪術師を粘着キャラクターとして置くことでギリギリね4通電しないかなっていうような試合も4通電させることができるというね、ゴリ押しが粘着でゴリ押しができるっていうようなキャラクターになっていますね。ということで、スカーズそしてアゲハの試合が始まるということで、この試合を解説していきたいなというふうに思います。はい、始まっていきました。ボケ村夢の街ですね。今回はアスレ側からのスポーンということで、小舟そして小屋側に1人ずつサバイバーが湧いているような配置となります。そして小屋にいるのは祭司。この変装の中ではおそらく2番目、いや1番目に置いたいキャラクターではないかなというふうに思いますね。サバイバーもそれが分かっているので、おそらくこの祭司は左右採用ではなかったのかなというふうに思います。ここは夢の魔女のスキルである主体で窓枠を閉鎖して原生で一撃というね手段があるんですけども、それをしようとしたんですけども、それをワープでかいくぐる。そしてここ運が悪かったことに、フューチャー選手ここで原生の自動追尾止まってしまったんですよね。なのでここでもう一度原生の自動追尾を入れるしかなかったので、もう思ってる以上にもう数倍ね時間稼ぎができたといういいような展開になっていきます。そしてここは小舟の窓枠からを上から下に降りることによって、死体が上にいたはずなんですけども、サバイバーが降りたことによって下側に移動するんですよね。そうすることによってオリジナルの自動追尾っていうのは死体に自動追尾しているのであって、今まで上に来てたのが死体が下になったので、オリジナル自動追尾も上から下に方向転換します。その時間分稼げているので、現在もう一撃追った状態、今追ってる状態なんですけども、この時点で1分半の時間が経過して、すでに暗号機はもう1台上がりきろうとしている状況だということですね。ここでまあ本配信ではちょっと映像が乱れてしまったんですけども、すぐ戻ると思いますが、
この状況では原生が犬を出していて寄生信徒が自動追尾で妻子を追いかけているというような状況なんですけども、ここ2神しかないっていうような状況なんですが、寄生が、ここで一撃を与えることによってダウンを取ることができます。ですがこれはサバイバー側にとって非常にいいことで、サバイバーっていうのは現在 2.5 台分暗号機が回っているファーストチェストになっていまして、ここから主体がここに行って寄生をして、それからさらに釣っていくということで、いつも以上に時間稼げるんですよね。でこの間に暗号機を回すことによって、すでに釣る時点では傭兵の暗号機が上がり、残り2台の暗号機が上がりきるような結果となってきました。このファーストチェイス、まあ他のキャラクターだともう負けっていうようなねファーストチェイスなんですけども、夢の魔女っていうのは原生や寄生信徒の信徒を暗号機前に置いて暗号機を妨害することができるので、今回もピピチョ選手は海岸奥が回っているということを揺れで確認して、その奥を寄生信徒で守りに行きます。で原生をイスマイに配置することによって、その後すぐに最初のトンネルをしたかったという場面なんですけども、ここで板加速、そしてワープが1枚あるということで、ここから妻子のセカンドチェイスが始まっていきますね。妻子が上下アップを作って、ここはもう仕留められないということで、オリジナルを海岸の奥の圧に切り替えて、ここで主体で釣りに寄生して釣りに行きますね。ここで神出鬼没に変えて主体に寄生したんですけども、ここで海岸奥から原生が船側に流れてしまったので、暗号気圧をかけることができなくなってしまったんですよね。でその隙を利用してスカーツのサバイバーっていうのは、この海岸奥が必ず守られるであろう、船側に釣るのであればここしか守るところがないであろうということを予測して、モネイロ選手の極芸師とピョヌ選手の傭兵、この2人が救助後即回しすることによって、この三つり目の前に残り1台にすることができました。そしてここから必ず原生で守りに行くだろうということを予測をつけて速救助をしていきます。この速救助っていうのは本来であればあまり良くないことなんですけども、ここ原生が圧をかけに行っていって、寄生がイスマイにいるという状況で、速救助をして、例えば寄生でダウンをしてしまった、妻子がダウンをしてしまったっていう状況になった時に、ハンターっていうのは主体で規制を妻子に再度規制をしてするか、それともオリジナルで釣るかという二択を迫られるんですよね。どちらをしたとしても小屋の暗号機に圧をかけることができないので、夢の魔女っていうのは回復ガードに対してあまり強い手段を持っていないので、確実に4通電をすることができるということで、今回は速救助をしてハンターが守りに行く間に規制を外して、規制ゼロの状態、最悪呪術師のみしか規制がついてない状態で4通電をさせることによって、今回はここの時点でもうすでに4逃げとなって、スカーズがストレートで勝ちで決まったというような試合展開になっていきました。まあこんな感じで夢の魔女っていうのは非常に強いキャラクター、主体で封鎖したりとか巡視者を出したりとかっていう非常に強いキャラクターであるんですけども、妻子のワープで窓枠を回避したりだとか、全キャラクターで言えるんですけども、この上下を使って上から下に降りていくことによって、主体も上から下に降りないといけない、そうすることによって原生が追いついく移動する距離が長くなるので、原生と接敵する時間がさらに伸びるということで、時間稼ぎを徐々にしていって、暗号機が勝った方に多分流れるだけで、そのまま4通電をしていくというような、まあ流れが綺麗な試合になっていきました。こんな感じでですね、試合のどういうシーンでどういうことが行われてかっていうのを1試合1試合ね、 BO3 1試合ずつで解説していこうかなというふうに思っているので、次回以降の投稿もよかったら待っていてくれると嬉しいなと思います。ということで今回はご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。良ければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。また他の動画もぜひ見てくださいね。それじゃあバイバイ。